はい、どうもラスです。今回なんですけれども、アプリケーションのインストールと削除する時のアンインストール方法に関してですね、簡単にご紹介していこうかなと思います。パソコン使ってると便利なねアプリケーション入れることができるので、まあ、パソコンの基本操作ということでご紹介していければと思いますので、よかったらですね見ていっていただけると嬉しいです。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係の役に立つ情報を配信していっておりますので、よかったらですねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。今回はウェブブラウザーの Firefox というのをインストールして、その後インストールしていらなくなった時の削除するアンインストール方法ですね、それまでを実践してやっていこうかなと思います。まずはアプリケーションをインストールするために、アプリケーションのダウンロードをやっていきたいと思います。アプリをダウンロードするためのウェブブラウザはこのマイクロソフトのねエッジを使ってやっていこうかなと思います。なのでまずですね、ウェブブラウザ立ち上げてもらってですね、ダウンロードしたアプリケーションですね、まあここで検索していきましょう。今回は Firefox ということで、まあもう Fire とね打つと、ダウンロードとか出てくるんで、まあこれをねポチッとクリックしてやっていきましょう。でですね、まあ無料の Firefox ブラウザーっていうのが出てくるんで、まあこれをねクリックしていきます。でアプリケーションをねダウンロードするページとか行くとですね、まあこういう風になんかダウンロードっていうのが出てくるので、まあこれをねポチッと押していきます。でですね、さっきのボタンを押すと左下の方にですねインストーラーっていうのが出てくるんで、これをね開いていきます。これをクリックして開いていきましょう。そうすると、まあ、ちょっと今暗い画面なんですけれども、アプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかと出るので、このままね、はいを押して進めていきます。まあ、そうするとですね、インストールする画面が立ち上がるので、このままね、進めていってください。画面の見栄えはですね、ちょっとアプリケーションによって違いますので、そこはね、ご了承ください。インストール終わるとですね、今回は、Firefox というアプリケーションをインストールしたんですけども、早速ね、使えるようになりました。インストールが終わると、このデスクトップ画面にですね、アイコンが追加されているのがわかるかなと思います。今回 Firefox なんですけれども、Firefox 以外の何かしらの、ね、アプリケーションをインストールした時とかも、このデスクトップ画面にね、アイコンが追加されると思うので、確認しておいてください。で、今回の場合は Firefox をですね、インストールしてますので、これをですね、ダブルクリックすると、ブラウザがね、立ち上がって、まあ、こんな感じで使えるようになっているという感じですね。終わりたいときは、まあ、この右上のバッテンで、今回ね、終われるようになってます。じゃあもう次いらなくなったんで、アンインストールしたいっていう場合どうしたらいいかっていうのを次解説していきます。左下のこのスタートを押してですね、この歯車の設定を押してください。そしてですね、ここにですね、アプリっていうのがあるので、ここをですね、左クリックして進みます。そうするとですね、ここにですね、いろいろ自分のね、今パソコンの中でインストールされているアプリケーション一覧が出てきています。これをですね、クリックすると、アンインストールっていうのが出てくるので、これでもういらなくなったやつをですね、選んで、このアンインストールっていうのを押すと、アプリケーションをね、削除されるという感じになりますので、覚えておいていただければいいかなと思います。でですね、これを効率よく探す方法なんですけれども、例えばさっきのFirefox をですね、アンインストールしたい場合は、ここにですね、もう Fire と打ってもらって、そうするとですね、ここの Mozilla Firefox っていうのが出てくるので、これをね、クリックしてアンインストールするっていう形で、やることもできます。ここでね、検索することもできます。それか、例えば直近ね、インストールしたやつで見たい場合、ここのですね、並べ替えっていうのがあるので、ここ今名前順ってなってるんで、ABCDE とか、アルファベット順とかになってるんですけれども、ここをですね、インストール日付ってやると、このね、インストールした日付順ですね、今日5月30日なんですけども、ここでね、インストールしたものがあるので、これをですね、クリックしてアンインストールするという形の方がやりやすかったりするので、確認してみてください。デフォルトがね、名前になってて、サイズとか 日付ってあるので、まあ、サイズってやると、でかいファイルですね、例えばこの私が入れてるねダヴィンチリゾルブってやつは 3.37GB あるので、まあ、でかいねサイズのアプリケーションもういらないんで消したいって場合はこの並べ替えサイズってやって、でかいやつからね消していくっていうのはおすすめですね。まあ、いらなくなったのを確認して消していけば大丈夫かなと思います。今回は日付順で並べ替えて Firefox ですね、まあ、さっきもう1分前ぐらいにインストールしたやつをアンインストールしちゃうんですけれども、インストール日付でね、並べ替えて、この Firefox をね、選んで、アンインストールを押していきます。
そうするとですね、アンインストールされますと出るので、これはねもう一回押していきます。そうするとですね、まだちょっと画面暗いんですけど、このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかと出るので、はいを押してください。そうするとですね、こんな感じでアンインストールするアプリケーションによってはなんかいろいろね聞かれるんですけれども、基本的にはね次へを進んでやっていきましょう。で、アンインストールしますと出てくるんで、削除押してやっていきます。そうすると進捗バーがね、まあ出て、まあアンインストール完了しましたと。で、これで完了を押すと基本的には終了です。まあこういうね、チェックボックスとか出てくるんですけど、まあ特にね、確認していらない場合はチェックとか外してやればいいかなと思いますので、これで完了っていう感じで、これでですね、アンインストールまで完了です。アンインストールするとですね、アプリケーション一覧からは消えるようになっているので、これもね、確認してもおいていただければと思います。その他、ちょっと便利な情報としては、この下の方にあるエクスプローラーをですね、起動してもらってですね、ここにあるですね、PC っていうのをクリックするとですね、このデバイスとドライブっていうのを見てもらうとですね、ここに自分のね、ディスクの容量とかわかるようになってますので、アンインストールした後にですね、この空き容量が増えてるかどうかっていうのも目安にしておいていただけるといいかなと思います。さっきのアプリケーションとかアンインストールして、まあ10ギガとかね、あるやつだと結構ね、ここが減ってくるのがわかるのかなと思いますので、これもね、合わせて確認しておいていただけるといいかなと思います。ってことで、今回はアプリケーションのインストールとアンインストールの方法を簡単にね、ご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも役に立った、なんか良かったなと思ったらですね、いいね、あとはコメントとかでもご感想いただけると嬉しいです。今後の励みにつながりますのでよろしくお願いいたします。今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。